2つ目こちらになります。じゃん、毎日カビを見たり酵母菌を見たり、はい、ということで、はい、大学卒業したら、うんうん、すぐもう実演販売人ってある。実演販売っていや包丁を売ったりするやつ。そうなんです、あの野菜調理器とか、ずっとあの半年ぐらいあのお師匠さんがいて、お師匠さんがあのずっと教えてくれたんですけど、お師匠さんがお昼ご飯とか、あの、まあ、馬券とか買いに行ったりするときに、むちゃこう手伝わせるんですけど、うん、でもあの不思議とずっと喋ってる商売なんで、うん、もう全然お給料とかなかったんですけど、うんうん、すごいそれがむちゃくちゃ楽しくて、ついに独立してから、うん、あの大学の時も、うん、あのアルバイトでやってたんですけど、うん、あのお給料がバブルな頃で、うん、あの500円のハンガーとかあるじゃないですか、うん、あれ本当はもう何十円しかしないんですよ。でもお金目的じゃないんで、もうとにかく喋りたい、でみんなに喜んで、こんな俺でも喜んでくれる人がこんなにつくん、うんうんうん、そういうのがすっごく楽しくて、あの僕記録があって函館のデパートがあるんですけど、うん、あの熱帯魚とかどうしたら売れるかっていう会議になって、うん、このなんか怪しい薬品ポッと入れれば、うん、熱帯魚蓋したまんまあのずっと長生きしますよみたいな、そういうのを売ってたりして、次々と売り物が僕のところに来て、なるほど、うん、そう、はい、実演販売で、あのもうマリモが売れないから、50個、うん、あの売ってくれって僕ちゃんと1日で50個売ったんですよ。うーん、そうマリモ、マリモ50個売りました。そうなんですよ。だからマリモは養殖に限るとか、わけわからない、まあまあただですね、そう言ってやってきて、あの。お袋がですね、うん、実は僕の全然知らないところで、うん、まあ、田舎から来て、うん、新宿のデパートとかね、うん、あのちょっと陰からこうなんていうの、星ヒューマンの、ヒューマンのお姉さんみたいに、お姉さんみたいに覗いてたらしいんですよ。心配だったでしょ、そりゃ後継ぎの、ね、で1年経ってもその、やめない、はい、でそして、うん、あんたはね、うん、なんで生きていきたいのっていう、そしたら、うん、喋る仕事が大好きだから、もうこの商売でいいですと、まあ、つきましてはもうあの実家のご商売はあのまあ兄の方に、お兄ちゃんいるからって、私はこの商売でって言ったんです。そしたら、うん、あんたねなめんなよって言われたんですよ。 あ、はい、あんたね、うん、じゃあやっていくのはいいけど、うん、上には上がいるっていうところを私が教えてあげるって言ってた、うん、そしたら新宿の、うん、落語寄席、寄席連れてったんですよ、はい、であの世の中には口八丁手八丁で、食っていくっていうことは、あんた舐めてるから、ずっと見てなさいっていう。そしたらまあ前座の人とか、うん、あの、うん、まあ、まあ、当たり前ですけどちょっと不慣れでね、そうギクシャクしてる、まあまあこんなもんか、でまあ真打に近づいて大取りになった、でそれが古今亭志ん朝さんっていう、新潮さんいいですね、新潮さんめちゃくちゃ好きなんですよね、未だに、はい、僕あの車で未だにほとんど落語なんですよ、新潮さん聞いてるんです。それで、うん、で初めて古今亭志ん朝がこうあのお部屋に乗って、はい、乗ってくるじゃないですか、うん、そしたらですね、うん、もう言葉が一個も話してないんですよ、話してないのに、うん、その人が全身からみなぎる何かを猛烈に受け取っちゃって、もう稲妻に打たれてハッとなったんですよ。こうでずっとこうやって聞いたんですけど、もう喋ってる話がもはや言葉じゃない、これは何だ何だ何だっていう前にあっという間に終わっちゃったんですよ。でもその存在感っていうか喋り方の芸とか間とか、その美しさに、名人ですねやっぱりね、生で見たことない、羨ましい、僕はそれが人生のまた一つの、うん、はい、まあ分岐点というか、喋、うん、りの本物を見せてやるわって言って寄席に連れていく、うん、お母さんもお母さんだけど、うん、そこで稲妻に打たれる息子も息子みたいなね、それでね黄金伝説があって、黄金のパターンが、お袋が必ず落語連れてって、その後シャンソンに連れて、銀パリってあるんですよ、でそのお母さん、またその銀パリのあれですよ、シャンソン、うん、その表現力、あ明日への、うん、こんなに絶望しながら、うん、明日を見るその目っていうか、それはそれはすごいものだったんですよ。
お袋の青春と被るんでしょうけど、僕にもバッチリその DNA があったんですね。はい、ドンピシャでしたね。そしてお袋の、そのまま実家に連れてかれまして、うんうん、ああじゃあね、うん、試験場という、うん、日本酒を勉強する醸造試験場というところがあるから、はいはいはい、まああんたが選ぶ人生だから好きにしてもいい、はい、でもつきましては、はい、その醸造試験場に1年間、はい、行ってくれたら、はい、私がうちの親父に説得するから、はいはい、そしたらあんた、そしたら私の顔も立つ、うん、あんたの顔も立つでしょ、うん、で醸造試験場に入ったんです、うん、はい、入ったんです、うん、当時、東京の北区の王子っていうところにありました、うん、飛鳥山公園があって、桜の名所なんですけども、はい、そこでね毎日花瓶を見たり酵母菌を見たりしてたんですって、はいはいはい、そこへ全国の、はい、やっぱりそうお酒作ってるとか関係者の人たちが、はい、まあ本当研究に、はい、勉強にしに行くような場所らしいんですけれども、うんうん、ここでやっぱりいろんな出会いもあったそうでね。そうですね、うん、日本酒の魅力って何かって言ったら、はい、北海道から沖縄まで、うん、日本酒の蔵が最近鹿児島にも、うん、日本酒の蔵ができたんで、もう今は日本全国どの都道府県でも日本酒が飲めるようになったんですよ。なるほど、素晴らしい、うん、それでそこの仲間たちというのが、うん、お酒の全勉強にそこの研究所に集まってきて、はい、まあ私4年間いましたんで、あ1年って言ったのにお母さん結構面白かったんですね、はい、そうですね、4年間頑張りました。いろんな自分と同じ境遇の仲間たちに4年いればもう300人以上の蔵元と知り合いになったわけですよね。で当時やっぱり4年もいると、うん、その寮ほとんど寮に住んでましたんで、うんうん、寮長になってで100人の蔵元と、はあ、毎日飲み歩いたりして、それで今困った時には、うん、お互いいろんな情報を、うん、持ち寄って相談できたりするし、うん、その時同業者の、はい、その仲間のね、はい、その同じ悩みを持つっていう人たちに知り合ったのは、とても大きかったですね。そうなんですね。そこで毎日カビを見たり、結構硬派な毎日を過ごされたんですね。そうです、うん、そこでまたずっと喋らない期間がこうあるんですけど、結局カビとか酵母とかと話したりするの僕大好きなんで、それは生き物じゃないですか、うんうん、死んでるものじゃないんで、うん、生き物と語らうっていう、まあ、これは訓練だったんでしょうね。あ、うんうん、全国の酒蔵のお仲間もいっぱいでき、はい、そしていざという時には相談できるようなそういうこう、うん、なんかちゃんと関係性もね、はい、ちゃんとできまして、はい、そして北海道に帰ってきます、はい、そこからのお話を3つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、3つ目こちらです、じゃん。